プクラスに君臨するロシアのカップル。ロシア、エカテリーナ・ボブロワ、ドミトリー・ソロビオフ。このカップルはソチオリンピック団体金メダルカップルです。ショートダンス、ブルースはメルシー・オン・ミー。ツイズルから入りましたね。少しずれてはしまったんですが、ちゃんとあのレベルの方は良かったと思います。最初のエレメンツでこの得点源となるツイズルを入れてきました。ストレートラインリフト、これもポジションの変化が綺麗でしたね。このショートダンスは男女の恋愛がテーマ。ブルースはセクシーに演じたいと女性のボブロは話していました。ミッドナイトブルースに入っています。アイスダンスのショートダンス、規定要素のパターンダンス、全カップルが同じステップを踏んでいきます。そしてパーシャルステップシークエンス。ちょっと前半丁寧に入りすぎているかなと思ったんですが、だんだんこう伸び伸びと力を出し切っている感じになってきましたね。世界選手権からこの大会に向けて特にステップを重点的に取り組んできたと2人は話しています。あのどうしても彼らはスピードがありますので、一つ一つのターンがちょっとジャンプしてしまう。そうするとターンとしてカウントされずにレベルを取れないということがありますので、そのあたりを練習してきたんだと思います。そういう点ではとても良かったと思いますね。そして曲調変わります。今度はスイングのリズム、シングシングシング、ダイアゴナルステップ。距離感もすごく一定で、 GOE でプラスがつきそうですね。場内から手拍子が起こってきます。最後はビシッと決めた2人、ロシアのボブロワ・ソロビオフ。まだ踊り足りないというぐらいね、ノリノリに最後はボブロワが演技を締めくくっていきました。このアイスダンスは特にこう曲調が変わって、また別の楽しみ、別の表情も見せてくれますよね。そうですね、あの見ている方も楽しいとは思うんですが、うん、しっかりとその表現も変えないと点数になりませんので、はい、そのあたりもやはり選手は気にしていますよね、うん、先日の世界選手権では5位、グランプリファイナルでは4位、まさに今世界のトップで戦っている2人です。応援席も本当に大きな声援を送って2人に後押し、メドベデフの姿もありました。河合さんから見て2人の演技の印象はいかがでしたか？あのもともとスケーティングスキルのものすごく高い2人で、はい、ただちょっとこう要素のところでミスが出やすいカップルなんですけれども、今日は要素もしっかり決めていましたので点数が伸びてくるんじゃないかなと思いますね。そしてこのオリンピック種目でもある団体戦、ソチオリンピックではこの2人は団体戦アイスダンスのショートダンスを演技して金メダルに貢献しました。後半曲調が変わってまた一気にテンポが上がって勢いのいい演技を見せました。ロシアの
残のくらいこの応援席は盛り上がります。なんかさっきまでこう大人っぽい演技をしていた2人とは全然違います。この表情、そしてこの盛り上がりも国別対抗戦ならではです。さあロシアの2人